18日水曜日、第3回市長定例記者会見が尾前崎市役所で開催されました。この会見は、おおよそ3ヶ月に1回開催されています。今回発表された主な情報は次のとおりです。池新田高校で尾前崎企業セミナーが開催されます。キャリア教育の一環として2年生が対象、 地域の産業や企業を理解し、市内企業の特徴を知ることを目的に開催します。今回は御前崎市商工会の協力のもと20から30社が高校を訪れ、仕事内容などの説明を実施します。目的としたものでございます。え、今後も継続して化身店高校との連携事業に取り組み、市の魅力を生徒に感じてもらうことで将来的な。 定住人口の増加や労働力の確保を図ってまいりたいと思っております。十二月六日日曜日、尾前崎市地域防災訓練が実施されます。新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営の確認や、自助・共助を実践する訓練です。市では災害対策本部の設置、運営・情報伝達訓練など、 自主防災会では役員を中心とした新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所開設や運営訓練を実施する予定です。その他定例会見では静岡大学地域創造館フィールドワークとの連携活動や肺難青年会議所による H1 グランプリなどが情報提供されました。